トントンは東京都台東区上野公園内の東京都恩賜上野動物園で飼育されていたジャイアントパンダである。性別はメス。日本国内で繁殖に成功したジャイアントパンダの一例目。トントンの骨格と剥製上野動物園生まれで上野動物園で死亡14歳1ヶ月の生涯を上野動物園で過ごしたジャイアントパンダである。父は1982年11月9日に上野動物園に来園したフェイフェイ。母はフェイフェイより先に1980年1月29日に来園していたホアンホアン。この2頭の間で行われた人工授精によりホアンホアンが妊娠。1985年6月27日に日本初のパンダの赤ちゃんチュチュが誕生した。しかし、チュチュは母ホアンホアンの下敷きとなり、胸部挫傷でわずか45時間という短い生涯を終える。1986年、再び人工授精により、ホアンホアンが妊娠し、赤ちゃんパンダが誕生した。これがトントンである。名前は公募され、応募数は27万通であった。同年12月16日から開始された一般公開には、トントンを見ようと大勢の人が入園した。公開開始1ヶ月で来園者が前年比約2倍の42万人に達した。トントンは無事に成長し、木登りが大好きなおてんば娘となった。トントンの誕生でパンダ舎が手狭になり、またトントン人気で来園者も増加したため、上野動物園はそれまでのパンダ舎を拡張する形で建て替え、1988年4月に新パンダ舎をオープンさせた。フェイフェイとホアンホアンのペアは、トントン出産後も人工授精により1988年6月23日にオスのユウユウを出産し、計3頭の子を産んだ。1992年、日中国交正常化20周年を記念し、中国とジャイアントパンダのオス同士を交換することになった。11月5日に、中国からオスのリンリンが来日し、代わりにユウユウが11月13日に北京動物園へ渡った。リンリンとトントンのペアは1994年から毎年人工授精を行ったが、出産とはならなかった。ジャイアントパンダの生殖器はオスメスに似ているため性別判定が難しく、トントンは当初オスだと思われていた。しかし、お嫁さん探しをしようとした4歳の時になって、実はメスだと判明した。通常、ジャイアントパンダの尻尾は白であるが、トントンは珍しく黒い毛が尻尾の先に混じっていた。このようなジャイアントパンダは世界でも珍しいとされる。トントンの剥製。左はトントンの父フェイフェイ。国立科学博物館の展示。2000年7月8日、トントンは癌による腹膜炎で死亡した。国立科学博物館で解剖、研究され、その剥製が国立科学博物館の地球館3階で父フェイフェイと並んで展示されている。ありがとうございます。